ベトナムは東南アジアの技術先進国、地域情報通信産業の集結地です。ベトナムナンバー2の大手情報技術通信会社として CMC コーポレーションは常に新しい技術の波をリードすることを目指しており、世界トップの技術製品、サービス、ソリューションの開発に努め、デジタル時代のベトナムのエンパワーメントに貢献しています。CMC テクノロジーグループは1993年に設立されており、政府、銀行、金融、保険、教育機構などさまざまな業界の情報技術プロジェクトで信頼できる評価の高いパートナーになっており、企業や組織に向けデジタルトランスフォーメーションのソリューションを提供しております。2018年度にはCMC コーポレーションの連結売上高は2億4541万3173ドルに達し、税引き前連結利益は1303万2660ドルに達しました。 CMC コーポレーションはテクノロジー及びソリューション、国際ビジネス、テレコミュニケーションの3つの部門での主要な事業活動を通じて、ベトナム及び世界中の多くの国でその地位を確立しています。 CMC テクノロジー&ソリューション CMCTS がシステムインテグレーション、ソフトウェアソリューション、情報セキュリティ、製造、商業という4つのグループ企業の経験及び実績を統合したもので、2019年に設立されました。 CMCTS はベトナムのトップ2システム統合企業であり、26年以上のテクノロジー及びソリューションの経験を継承し、世界の40社以上の技術企業の戦略的パートナーです。ソフトウェアソリューションはベトナムの63都市で使用されています。ホーチミン市では CMC サイゴンテクノロジー&ソリューション CMCTSSG がベトナム南部の金融・銀行業界のほぼ 100% の市場シェアを占めています。ネットワークセキュリティの分野では CMC サイバーセキュリティはベトナムトップの優秀なネットワークセキュリティ人材ベースで国際標準のセキュリティソリューションを提供しています。 CMC は CMCSOC の新世代ネットワークセキュリティオペレーションセンターの開発・運用をし、人工知能と自動化技術を統合してセキュリティ問題の攻撃、検出、分離、処分をしています。2023年までのビジョンでは CMC のテクノロジー&ソリューション部門が組織及び企業向けのデジタルトランスフォーメーションソリューションはもちろん、セキュリティソリューション、クラウドコンピューティング、データサービスの提供をリードすることを目指しています。サイバー CMC と CMC グローバルのグローバル事業部は日本、韓国、東南アジア、ヨーロッパ、米国市場に焦点を絞り、 CMC コーポレーションのテクノロジーソリューションを世界市場に提供しています。CMC グローバルは国内外に600人以上の従業員を擁し、ソフトウェア開発プロセスの国際標準指標 CMMI を構築し、グローバルな顧客の要求を満たすため高度な技術を提供するため、人材のトレーニングを及び養成をしています。2017年8月に CMC コーポレーションは神奈川県横浜市のCMC ジャパン株式会社を設立しました。これから5年間でベトナムの従業員4000名に対し、 CMC ジャパンの従業員500名に増やすことによってビジネスを拡大する計画です。 CMC テレコムは情報通信事業の代表としてアジア太平洋地域で最も有望なプロバイダーの一つです。 CMC テレコムは
クロスベトナムケーブルシステムのバックボーンネットワークを所有しています。これは東南アジア内を接続するベトナム初のケーブルリンクであり、国際的なケーブルの通信ネットワークインフラストラクチャーに直接接続されています。 CMC テレコムの3カ所のデータセンターはピア標準を満たし、 PCI-DSS 証明書を得た唯一のベトナムのデータセンターで、これはペイメントカードストリーム企業にとって必須の情報セキュリティ基準となっています。 CMC コーポレーションは常に技術革新をリードするために絶え間ず革新を続けています。 CMC グループは CMC イノベーションセンター、 CMC クリエイティブファンド、 CMC 人材開発センター、 CMC バグ技術研究所、 CMC ラボで創造的企業モデルを構築しています。情報セキュリティ、ビッグデータ、人工知能、物のインターネット、ロボットなどの新しいトレンドに基づいて、新しいテクノロジーソリューションの研究に焦点を当てて、 CMC グローバルのサービス及び製品の画期的なソリューションの構築をし、客に貢献します。コーポレーションの人材はノンストップクリエーションとの共通と情熱により、顧客及びパートナーへのコミットメントを実現するための思考と行動の方法を対策で協力を受けます。コーポレーションは第4次産業革命になる前にデジタル変革ソリューションとテクノロジー研究の開発を積極的に行ってきました。 CMC コーポレーションは2019年に企業や組織向けのオープンインフラエコシステムである C オープンを設立し、デジタル変革の成功へ支援をし、急速に発展するデジタル経済にキャッチアップをします。CMC コーポレーションは米国、ヨーロッパ、日本、マレーシアとのパートナーシップ契約を継続し、2019年には韓国サムスングループに属する第1位の情報技術企業であるサムスン SDS との戦略的パートナーシップ契約を締結し、グローバル化の目標達成に邁進しております。 CMC コーポレーションはベトナムのデータの収集、接続および知識共有のためのデジタルハブにする願望があり、地域 ICT 市場でのトップリーダーを目標にしております。 CMC コーポレーションはデジタルトランスフォーメーション事業を提供し、2023年までの売上高は10億ドルを目標に、国内と世界中であらゆるデジタルサービスの提供を維持し、グローバル企業になるという企業目標を持っています。CMC はデジタル世界の実現に情熱を。